サッカーの J1 川崎が11日、市内の川崎大師で必勝祈願を行った。昨季の J1 覇者は、12日から宮崎県内での一時合宿を開始している。悲願のリーグ初 V となった昨季を終え、今季の目標は2連覇を含めた複数タイトルの獲得。再び、多摩川を渡った大久保への声援は、温かいものだった。川崎大師での必勝祈願、集合写真撮影を終えた大久保は、あるサポーターから拡声器を手渡された。境内には大きな拍手が響いていた。安堵した部分もあっただろうが、その目には新しい炎が宿っていた。15年オフ、大久保は4年間で3度得点王に輝いた川崎を離れる決断をした。それは、新しいことに挑戦したいという思いとともに、自らの力を証明するための移籍という側面もあった。だが、新天地だった FC 東京は、自らの能力を存分に発揮できる環境ではなかった。堅守をベースにする戦術と、守備練習の回数が多い FC 東京の現状は、移籍前に思い描いていたものではなく、連動しながら流動的な攻撃への渇望を提言しても、なかなか現実はついてこなかった。普段から、あんまり数字にこだわりはないと語る大久保だが、大いにこだわっている数字がある。200点まで行きたい。そこまで行けば、誰にも超えられないと思うから、200という数字は自身が最多記録を持つ J1 の通算得点数179得点の大久保にとってはあと22得点 FC 東京で優勝したいという思いを持って多摩川を渡ったのも事実だがストライカーとしての挑戦心が大久保を移籍へと突き動かした。無論避難は覚悟の上だった。さらに、昨季 J1 王者の川崎は、得点王 MVP に輝いた FW 小林を筆頭に、ポジション争いも毎回在籍時とは違う厳しさもある。それでも、移籍を決意した後に話を聞いた際には、川崎に骨をうずめるつもりでやりたいと決意を固めていた。今季中に36歳となる大久保だが、まだまだ枯れるには早い。